1800年代の電気ボン電気ボンとは、静電誘導を利用して、電化を集める器具である。発明は1764年に、スウェーデンの教授ヨハン・ビルケによってなされたが、1775年に、それを改良し、世間に広く知らしめたのは、イタリア人、アレッサンドロ・ボルタである。ボルタはしばしば電気ボンの発明者だと間違って、言及される。 エレクティポラスという語はギリシア語のラムダイプシロンカッパターローニューとローメガオボルタが組み合わせた造語で電気を運ぶものを意味する。電気本は有電体の円盤、金属製の円盤、絶縁体の取っ手からなる。使用法は以下の通り。まず、有電体の円盤を毛がわかぬので吸って摩擦帯電させる。次に、金属円盤を有電体円盤の上にかざす。 すると、油電体円盤の電荷による電解が、金属円盤中の電荷に作用して、有電体円盤に近い側に異符号遠い側に、同符号の電荷が現れる。そして、金属円盤の上面から電荷を逃がしてやる。そうすると、金属円盤には、有電体の円盤とは異符号の電荷だけが残ることになる。アースする前の電荷分布金属円盤に残った。 電化は放電させることが可能である。また2と3の手順は何度でも繰り返すことが可能であり、原理的には得られる電化に上限はない。そのためボルタはこの器具をアレトロフォロペルペートオと呼んだ。かつて存在した最大の電気本の例は、ドイツの科学者、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクが1777年に製作したものである。それは、 約6フィートの直径があり、金属の円盤部分は滑車で上下された。15インチの火花を飛ばすことが可能だったと報告されている。リヒテンベルクはその放電をリヒテンベルク図形として知られる奇妙な樹形の模様を作り出すために使用した。有電体の円盤は限りある電化しか持たないのに、そこから無限の電化が得られることは一見すると奇妙である。 電荷はどこから来るのか。その答えは、有電体の円盤の持つ電荷が2から3の過程で消費されないところに隠されている。有電体の円盤が果たす役割は、ただ金属の円盤に静電誘導を起こすことだけである。二つの円盤の間で電荷の受受はない。つまり電荷はどこからか来るわけではない。とはいえ、新しく生み出されているわけでもない。 電気的に中立な金属円盤内の静電化と不電化が静電誘導によって分離され、そのうち片方が捨てられることによって、事実上、もう片方の電化が取り出されているに過ぎないのである。では、電化を得るためのエネルギーはどこから来ているのか。それは静電気力にこうして円盤を動かしたことによる力学的仕事から来ている。このように、 電気ボンで電荷を得る原理は、ウィムズ・ハースト気電気や、バンデグラフ気電気などの誘導式静電発電機と、同一である。A.B. パン・カルディ、ジュリアーノ・ハット・ A.B.C. ・ジョーンズ、トーマス・ B. ルイス、ナンシー・ C.D., アリサンドロ・ボルタ、ザ・パーペチュアル・エレクトロ・フェラス。エレクトリシティ、A. サマリー・オブ・サイエンティス・ツ・アンド・ゼアー・ディスカバリーズ、リトリーブド。 on 2007年12月27日、アレッサンドロ・ボルタ。ワールド・オブ・バイオグラフィー、リトリーブド・オン2007年12月27日、A.B. ハリス、ウィリアム・スノー、エイトリーチェス・オン・フリクショナル、エレクトリシティ・イン・セオリー・アンド・プラクティス、ロンドン、バーチュアンド・シオ。P86、エレクトロ・フェラス。エンサイクロペディア・ブリタニカ。 11スウェード Q ザ・エンサイクロペディア・ブリタニカ・パブリッシング CO ・ CO リトリーブド・オン2007年12月27日 P237 ハットシッファーマイケル・ブライアンミリカンロバート・ A ・ビショップ EF エレメンツ・オブ・エレクトリシティシカゴアメリカン・テクニカル・ソサエティ P35 から36ありがとうございます